こんばんは。金曜日の雑談。あら、声聞こえてるかな、これ。ちょっとちっちゃいですかね。はい。では始めます。ご清聴いただきありがとうございます。今日はですね、まあ、ブログを2つほど1つ騙されたのがあったんですけど、2つ紹介してですね、その後の坪倉先生の放射線教室、はい、こんばんは。について、ちょっと追加でちょっと説明したいと思いますね。実はですね、iPad 終わった話ちょっとしたんですけれども、それが一昨日かな、一昨日、はい、こんばんは、私の手元に戻ってきたんですけれども、バックアップを復帰してるしたのにもかかわらず Wi-Fi につながらずまたもう送り直して、まあ、今回はお金かからないんですけどね、いい加減にしてよと思うわけですけど、どうもね、iOS の 8.4.1 に途中でアップデートしたのがね、はい、こんばんは、まずかったんじゃないかなと、かように考えておりますね。今、高画質配信のつもりなんですけれども、なってますよね。はい。はい、こんばんは。本当はね、もみの木のこともブログにしようと思ってたんですけど、ちょっと。あとね、甲状腺が100何人になったっていうのも8月に出ててですね、でそれらやっぱブログに書いておかないと、ツイッターだけではもうすぐいつのこっちゃら分からなくなるので、ね、ブログに書くべきだったんですけども、実は書いてないと。でちょっと原稿を2つほど書かなくちゃいけなくてですね、5月の14日と31日に、まあ、原稿用紙1400字ぐらいなんですけど、それもあって、あと実は明日じゃない、日曜日が当番員っていうのもあってね、まあ、なんだかんだで何もしてないという状況なんですね。はい。でもちょっとだれてきたと。正直、もう分かってるのに何も進まないのにね、イライラして、まあそういうことではいかんのですけれども、若干イライラしてる。で、坪倉先生がね、放射線教室っていうのやってますよっていうのを見てですね、そうそう、もみの木ね。そうそう、甲状腺がんともみの木、これはね、大事なんで。あら、私ね、ここに何を記事にするべきかを昨日この前書いておいて、あらあった、去年ですね、クレーン倒壊、もみの木、山手線トラブル。この山手線トラブルはね、ブログの記事にしなくてよかったと思ったですね。あと新種のノロウイルスね、のこと書いてますけど、あと、甲状腺がんね、ちょっとまたメモを書き直しておきましょう。こういうですね、メモをパッパッと書いておかないとね、すぐわからなくなるんですよね。もみの木ね、甲状腺がんと、これちょっとブログにちょっと紹介しようかなと。まあ私がね、いろいろ書いても、もう最近詳しい人多いですから、まあ、ちょっとネタぐらいにしとった方がいいかなと。あと私個人的にはオリンピックエンブレムね、ずっと追ってたんですけど、ブログにしとけばよかったと思ってね、ちょっと反省してるんですけど、まあいいでしょう。でね、南相馬でこの貝沼博士ね、20代がね、またこの手先になってね、いろいろやっとるわけですよ、政府のね。まあいいんですけど、20代で。もう特にね、東大卒のね、20代がね、今、原発で取り入ってますね。原発利権にね。なんかそんな、失礼。そんな気がしますね。この坪倉も東大理さんでしょ。で、貝沼博士っていうのも東大ですもんね。そして、甲状腺がん増えないって、サントリーの金使って喋ってたやつも東大だったもんね。で、ベグレテネガを継続してるのも東大だもんね。もう、まあ私も東大なんですけど、東大を信用したらいかんと。いや、マジでね、思います。で、この坪倉のね、取り巻きの一つに、ベテランママの会っていうのがあるんですけど、なんかね、どうやらお金が足りなくなってきたみたいで。あ、ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさいね。
はい、東大復興に食い込んでます。復興利権かな、かな、ちょっと見えない、復興利権、いやそうでしょう、復興利権中かね、あのお役所のお役人を作るための学校ですから、東大っていうのはね。だお役人、政府のね言うがままのことを出せば、そう出世できるわけですからね。そういうことで、やってるだけなんですね。でね、これもう貝沼博もめちゃくちゃなんだよね、言ってるのね。なんでこんなに、まあむちゃくちゃだから取り立ててもらえるんだろうと思うんですけどね。でもね、コミュニティでしょ。で、まあ坪倉先生の放射線教室、これひどかったんですけど、特にねひどかったのがね、生命維持に必須のカリウムで、この人離散だからね、私、まあ東京で浪人させてもらったんですけど、駿台の離散アルファというところにね、1984年かな、84年度かなか83年度、どちらかちょっとわからないんですけども、離散アルファに行ってるんですよ。でね、そこでね、東大離散に通ったやつも何人もって10人ぐらいは知ってるんですけど、みんなやっぱ努力型のやつあんまいなかったのね。もともとできるみたいなやつがいてですね、だから東大の離散っていうとそんなにガリ勉っていうイメージ私全然なくてですね、申し訳ないけどスマートっていう気が記憶しかないんですけれども、このそばこらっちゅうのはね、なんか進歩してないんだよね、全然ね。山下俊一、福島医大での県民健康調査裏切り、アワプラ TV スクープも今週の大きな、あ、そうそう、アワプラさんね、頑張られておりますよね。このね、生命で、このね、坪倉の言ってるのは3つだけなんですよ。まあ3つと言って今考えてるわけなんですけど、カリウムね、放射性カリウム、内部被曝と外部被曝は一緒、吸気被曝はもう今はない、その3つだけね。その3つをね、手を変え品を変えやってるだけでね、で全然ね、なんか進歩が見られないんだよね。騙すにしてもね、だんだんみんな知識ついてきてですね、まあ私のようないい加減な知識の人は若干浮きつつあるわけですけれども、それでもね、あのみんな知識ついてるから言ってることが的を得るような感じになるんですけど、こういう推進派のやつはね、もうすりゃするほどわけわかんなくなってるのか、頭が悪いのか、それとも被爆で頭やられてるのか、どっちか知りませんけど、めちゃくちゃなんだよ、これ言ってることはね。もうカリウムのことしか言ってない。で、これね、放射性カリウム、必須ですよと。体内で一定量になるように厳密に調整と。ほぼ全ての食品に含まれて。まあ、これ正しいんだよね。で、放射性カリウムがありますよと。しかし、必ず存在しますと。いうことが書いてあるわけです。で、そこでね、いきなりね、放射性要素の話になる。栄養素と必要とする、それもそうですよね。で、その中に放射性要素と通常の要素があると。だからカリウムと同じですよと。で、ここでね、一番大事なのはね、まあ、確かに要素も栄養素と必須なんですけど、非常に微小元素なわけでね、カリウムっていうのは何にでも含まれてるわけですけど、要素っていうのは微小元素だから、まあ、昆布とかね、そういう日本人は比較的多く取ってるんですけど、やっぱ海外のね、内陸の人とかなかなか取れる場所がないのでね、それで甲状腺が必要とするんですけど、甲状腺に集中するんですよね。だから放射性要素を取ると甲状腺がぐっと吸収してしまうんですよ。それで甲状腺が被曝してがんになるっていうことは分かってるのにね、カリウムがね、全体に均一って書いてるでしょ。で、知識のない人はですよ、要素も全体に均一になって、ちゃんとした一定に保つ機能がついてるんだなとこう思ってしまうような書き方をしてる。分かって書いてるのかね、分からずにバカで書いてるのか分からないんですけどそうそう、つぼくん、これね、お前医者だろと。医者っていうのはやっぱりその矛盾があるのもあるけれども、話が分かるかどうかぐらい噛み砕いてあげないとね。で、こんなのにベテランママが騙されてるのか、どっちが騙してるのか知りませんけど、まあ、ひどいんだよ、これね。と思うんです。私、怒ってるんです。で、ここにね、ちょっと紹介してるんです。
よくわかる最新線量計基本と作り方と。これね、何気にその線量計の作り方をこう100円ショップのね、あの万歩計使ったりして作り方を書いてあって、もう私もちょっとこの辺電子回路好きとは言っても組み立てられるぐらいで設計できないんですけど、でこの方はね、なんとね、本職がね、音楽家なんですよ。このね、宇都宮康さんかな、53歳ぐらいの方らしい。どうもね、親がそういう理系関係の人間だったような書いてことを書いてたような気がしたんだよな、確か。本職は音楽家ですって書いてるんですよ、この人ね。あ、そうそう、両親がいずれも研究者で、父が生物生産系突然変異のことをやっててね、母が両生類を専門とし、幼い頃から核物質を、扱う施設のそばです、すぐそばで育てられ、一時期は研究機関の敷地内で暮らしていたということもあり、防護については教育としてではなく、しつけとして仕込まれたと。でね、さらにはチェルノブイリ原発事故に関わる情報を当時見聞きするたびに、自分の国に同じことが起こったなら少しでも役に立つ働きをしようと、そのための準備をしておこうと考えたことですと。ガイガーカウンターはチェルノブイリ原発事故の翌々年に自作し、その後今日まで作動し続けてますと。あ、ごめんなさい、はじめにですね、そこから読まれて、私の本業は音楽家ですと。放射線や放射線防護の専門家ではありません。ただ私には普通と違うことがいくつかありますと。まあ、で、さっきの部分ね。でね、チェルノ、これ見てね、私ちょっと愕然としてですね、なんちゅうか、私、チェルノブイリ事故が起きて1、2年後にですね、東電に、原発に入社してるんですよ。で、この方はまずいと思ってね、ガイガーカウンターをね、もうほとんどあまり、年代としては確か1961年生まれの方だったような気がしたんだけどな。あ、57年ですね。私より7つ上、だから今58歳。まあ、年代としてはね、50代ということで、まあ、10年とすれば同じ年代になるわけですけれども、ね、かたやね、チェルノブイリ翌々年にガイガーカウンター作ってね、チェルノブイリ翌年に東電に喜んで入るくらいね、意識が違うわけですよ、私とね。だから非常にショックを受けてですね、やっぱ俺もダメだなと。ね、かたやガイガーカウンター作ってるわけですよ、この方。ご自分でね、音楽が専門でありながら、ガイガーカウンターの情報を調べて、ずっと測れるようなものを作ってる。私は東電でのほほんとね、それから7年ぐらいこう勤務してたわけでね。で、危ないと思って原発やめたんですけど、で津波が危ないっていう話もね、その災害地の起こる前、1年前に警告もしてたんですけどね、あるクローズの SNS。ところがね、ガイガーカウンター持ってなかった、事故起きただけ。もうね、いや、私危ないと思ってて、口では言ってたし、みんなにも言ってて、事故も起こすっていう話もしてたんですけど、実際分かってなかったなという反省のもとでこのブログを書いてるというところでね、この方のね、宇都宮さんとですね、全然こうスタンスが違う。で、私がね、いろいろ勉強してね、まあブログとか書いたり、最初のうちでいろいろ検索するとね、はっとじゃない、あの人、日田先生ね、日田先生とかいろんな人の情報を流して、あと市川先生とかね、そういう話を総合していくと、大体こう一つに固まってくるわけです、いろんなものを調べていくとね。例えば、まあ、広島長崎は当然ですよね。で、その後ロンゲラップ島のやつとかね、あるいはチェルノブイリとかね、世界各地の被爆の状況とかね、見てみると、まあ、ほとんど変わらない状況なんで、スリーマイルにしてもね。で、大体ね、その隠してはあるんですけども、隠しつつ隠せないところが出てきててね、あるいはプルトニウムファイルもそうなんです。それがね、全体としてね、全然矛盾のない状態で私の頭の中ではこう構築されてるわけなんですけど、この坪倉っていうのはね、なんかその、なんて言いますかね、その場で足踏みし続けてるような感じなんでね。だ、こんなのね、いくら勉強してもね、何の役にも立たない。ね、これ浴びた被曝量が問題と、どの程度増えたかしましょうと、放射性物質か放射線放つと、
で、量が、高度が上がれば線量も上昇。だからこれは飛行機でも被曝しますよと。食物の中にも放射性物質、カリウムがあると。カリウム以外にもね、ポロニウムもあると。セシウム言えやと。なんでポロニウムやねんと。ね、セシウムが一番あって測っとるくせにですね。もうね、体内にもともと4000、5000ベル。これカリウムの話でしょ。ラドンでしょ。土の種類で放射線量が違うと。で、他に高いとこがあるからね、大丈夫って言って。主語が違う。これはね、ベクレルとシーベルトの差ですか。被曝追加分、現在知る被曝検査。これが内部被曝のこと。面白くないんだよね。まあ面白くないのは ボスの指示でしょ。で、ボスの指示なんだろうけどね。半減期と影響では無関係。これもひどいんだ。現状の大部分はセシウムって言ってるでしょ。この人のね、図っちゅうのに全然わけわかんないんだよね、これ、いつも。セシウムですって、調べとらんやんと。セシウムが大半だっていうのは。これ何対何を表してるのか知りませんけど、イメージとか言ってね。こんなのでごまかすなと。お前、理系の学者だろうと。半減期と影響では無関係。これもひどいんですよね。長いものと短いもの、どっちが影響するかと。同じベクレル2なら半減期が、長い方が恐ろしいんですよね。で、同じグラム数なら半減期が長い方が恐ろしくないんですよ。だからね、何も理解してないんだよ。これ見てもね、全然理解してないんですよ。どちらが良くないって、そんな問題じゃないと。どっちも悪いんだよということ。ね、線量が大事と。被曝は内外別に調べましょうと。内部被曝は、放射性物質が一定期間体に留まるため、長期間を空けなければ飛び込んだ後でも評価できますと。これセシウムだけやろうと。ストロンチウムわからんやんみたいなね。いや、突っ込みどころいっぱいあるんですよ、これ。安全な県内食品の根拠。見つかってないから大丈夫と。100日で体内セシウム半減と。なんですけど、これもね、まとめとけばよかったね。なんか予想通り減らないっていうのがこの間出てたもんね。ぐーっと減っていくんですけど。で、しかも半減期だからゼロにならないんでね、半減期っていうのはね。2分の1、4分の1、8分の1、16分の1って減っていきますけど。そうそう、半減期が膨大な、そうなんですよ。そうそう、1ベクレルっていうことはね。そういうこと。で、このね、線量計の基本と作り方を書いた方はね、やっぱり内部被曝に関してもきっちり書かれてるんですよ。いや、本当にきっちり書いてあるんだよね。なんか、IAEA のね、評価式が非常におかしいとかね、ちゃんと書いてあるんだよね。これなかなか、そこだけでも、非常にいい本だと。私としては全然矛盾を感じない本なんですかね。こんな、わけのわからん医者の書いたのより、はるかに。内部被曝大半食材からと。マスクは関係ないですよと。これね、めちゃくちゃなんだよ、ここね。土ぼこりが多く舞う際、大量の空気を通したフィルターを調べれば、ほこりの中に放射性物質が完全に出るという状況にはなりませんと。しかしながら、現状の内部被曝の原因のほとんどは食材由来であり、空気は関係ありません。これね、非常に大きな問題があるんですね。まずね、空気っていうのは大量に吸うわけですよ。ね、その肺一つでテニスコート1枚だか2枚だか忘れましたけど、でものすごい量の空気を感するわけでね、大量の空気を吸わない人間はいないわけで、まず一つ。そしてそれがゼロじゃないということは内部被曝するということでしょ。で、その前に、セシウムの摂取する食物の量はほとんど無視するほど小さいって書いてあってですね。 矛盾してんだよ、これ。もう明らかにおかしいんですよね。お前、分裂病かって言いたくなるようなね、そういうような感じなんですよ。種類が汚染の。
ああ、そうね、ストロンチウム90。無視されてますよ。だって、国がね、ストロンチウム測れて書いてあるんですよね。いや、こんな腹が立つんでね。で、井戸水、安全性が高いのはね、セシウムはね、泥にくっつくからって書いてあるんですよ。いや、これだっておかしいもんね。いや、もう、なんかその、なんか分裂の人とね、話してる感じのね、イライラする感じなんだね、これ見ると。ほら、西日本と大差のない。西日本や諸外国の占領と大差なくなってます。怖がるなよと。お前大事なんだろうと。もう無視できるって言っておきながらね、西日本と同じって言ったりとかね、わけわかんないんでね、要はわけわかんないんですよ、私に言わせると。でこういうのがね、なんね、生きていき、なんかその救世主なんでしょうけどね、汚染の地帯でやら住んでいける、もうだからこんな骨折するんだよと思う。でこれね、私ちょっとやられたんですね。オーロラが出てますよと、福島で。まあ、しかしね、福島でオーロラが出ても、もう全然おかしいと思うわけですね。例えば霧のことをね、書いた、これは山瀬と言うんだと、お前社会の地理の勉強もせんかったのかみたいなね、ことを言ってきたやつが いっぱいいたんですけど、山瀬が起きると当然不作になるわけです。しかも冷夏でしょ。今年の東北はどうだったんですか。冷夏だったですか。暑かったわけですよね。うん、そうです。言ってることは矛盾してるんですよ。で、私も精神科にいた時、分裂病というかね、統合失調症の人と、まあ、仲良くなってというかね、何も私も精神科に行きたいと思って話、結構真面目に話してたんですよ。どんなもんかなと。そうするとね、嘘と本当はこう微妙に入り混じれるね、統合失調症、分裂病の人。だから例えばね、俺は三島由紀夫の金閣寺、三島由紀夫を教えたと。で、金閣寺をね、書いたのは俺の指導の賜物だみたいなことを言う人がいるわけ。でまあ、そりゃ嘘だろうなと。いや、こんなおじいさんが三島由紀夫にね、教えるはずないと思う。まあ、その辺はね、大丈夫なんですけど、そっからね、微妙に全然知らないような画家の名前とかね、自分のこう弱い分野ありますでしょ、文系。三島由紀夫なら誰でも知ってるんですけど、そうじゃなくて、例えば田中良三とかね、なんかよくわからない人の、この人のね、絵をね、知ってますかみたいな感じで言って、いや知りませんと。この人はね、こう二科展で同行してね、第何回のやつで受賞してね、でこれはね、私のね、私が教えたんだとかね、なんかそういう全然知らないような、あとは詩のね、分野のなんとかっていうのを知ってるかみたいなことでね、知ってるのとね、知らないとか、こう微妙にこう混じってきてね、話されるとね、人間ものすごく疲れるんですよね。魚特に骨ね、ストロンチウム90もそうです。セシウムと違って水にも出る。いや、セシウムも水に出てると思いますよ。だって塩分だからね。でそういうね、こう嘘と本当がね、混ざってくるとね、なおかつね、本当のことがちょっと混ざってるとね、人間こう、わけわからなくなっちゃうんだよね、私の経験から分かっても。まあ、それが分裂病の人と話す怖さでもあるわけですよね。で、分裂病の話してですね、私は電波で NHK からね、アナウンサーが私にね、指令かけてね、苦しめてるんですって言ったらね、はいはいみたいな感じなんですけど、なんていうかね、例えばこう小野さんが来たからね、ここ天国になりましたみたいなことを言ってね、どうしてですかって、ほら見てください、ここにね、木漏れ日がパーッと刺すでしょみたいなことを言われるってね、まあ、言われる方は悪い気しないんだ、あんまりね。で実際そのそういうね、なんかこう怖さがあるんでね、こういう分裂病の人には、その自分も引きずり込まれるようなね。だからね、
そういう感じですよね、坪倉の話っていうのはね、嘘と本当は微妙に入り混じってるので、分かってるつもりの人がね、やっぱり弱いところを疲れるとね、わけわかんなくなって、やっぱ坪倉の方が正しいかななんていう感じになるの分かるんですよ、やっぱりね。そういう風に書いてあるからね、それなりに頭がいいから。だから嘘は書いてないし、あるいは非常に強引な結論して、ここがおかしいだろうっていうことは、もうよく勉強した人ならわかるんですけど、わかんない、突っ込めないような感じで書いてるね。もうね、許せんよと、私は。で、まあこれもね。でね、オーロラの目撃情報みたいなやつがね、こういうのがあったんですよ。で、これでね、えっと思って、このリンク先見ると、このリンク先がね、切れてるんだよね。そしてね、このツイッターもなくなってるんですよ。まあ、どうもね、これはネタだったんじゃないかみたいなことが書いてあってね。そうそう、出るはずがないからね、記事にしたんだ。まあ騙されたんですよ、私ね。まあ、でね、今回のね、低緯度でのオーロラは赤いものがほとんどです。なるほど。そうですか。そしてね、今回で反省したのは、やっぱこのツイートのアカウントをね、分析してくれた人がいて、オーロラで出てたよって、この2つで騙されちゃったんです。これよく見るとヘルシンキなんだよね。旅行してるんですよ。つい騙されちゃったんだよね。で、よくよくこのね、佐藤え、あいみさんですかね、なんかわからんけど、この人がね、ツイートが2でしたっていうふうに書いてるんですよね。なるほどと。ツイートが2かと。ツイート2なら、騙されましたですね。ね、ツイートに言った。まあ、騙されました、これも。日光大丈夫ですか？あ、そうなの。非常に怖いところです。現在収録したデータの解析中です。被爆でしょ。日光危ないもんね、あそこね。日光何人も言ってるんだけど、このものとか。まあおかしかったよということ。私個人的にはね、今週もあのオリンピックエンブレムのことでも個人的には燃えてたんですけどね。なんだよとこれ。結局責任者は誰もいないみたいなことを言い出してね。で、今日の記事を見るとね、キノコ 0.5 マイクロ。キノコ、そこら辺に生えてるキノコやったら 0.5 マイクロあったってことです。でもね、熊本でもね、アユがね、非常に少なくなってるって、ちょっと悲鳴上げてますもんね。で、自然環境のことにして高温のせいにしてるけど、今年は、まあ、高温って言ってもそんな高温じゃなかったし。やばいですよ、やっぱり。熊本の山だってね、九州山地にぶつかっていっぱい降りて降ってきてるわけですから。で、熊本の鮎が減少したっていうのは記事にできるんですけど、福島の鮎が減少したって言ったら風評になるのでね、記事にできないと思うんだよね。だから記事にできるのはまだマシな方だと思っていいと思うんですね、私はね。だから記事にできないところにこそね、本当のことがあってね。で、それはなかなか漏れてこないんですよ。で、ツイッターでね、例えばつぶやいたりすると、お前福島の復興を妨げる気かなんてね、わけわかんないことを言われてね、もう
で、普通の人もそんなこと言われるとやる気なくなるので、ツイート消していなく、もうつぶやくなくなるんですよね。そういうね、同調圧力みたいなのが働いてるんです。で、まあ、例えば原発事故直後にですね、福島から避難してきた人をね、宿泊させないというホテルがたくさんあって問題になったんですけど、で当時はね、私はそれけしからんと、けしからんっていうのは、そうやって避難することはけしからんと思うけれども、何をどう言えばいいかがね、ちょっと私も頭が足りなくて思わなかったんですけど、一番いけないのはね、放射線汚染区域から外に逃げるときに検査も何もしていないと、だ国の体制の初動体制のミスが一番の問題なんですよ。それを断るね、宿泊者側、その福島の人を差別したんではなくて、汚染地帯から出てきた人をブロックするっていうのは当然の権利なわけですよ。だからそれを非難されるのはね、ホテルじゃなくて勝手にそういう人たちを逃がしてしまった国の問題なんですよ、本当はね。それがね、ホテルのせいになっちゃった。福島県民を差別するなんて違うと。汚染されたら除染しろっていうのは常識なんですから。その検査除染をせずにね、あちこちに放射能ばらまいた人実はいるわけですけど、被爆させられた人もね。だそれがね、問題だよと。いまだにね、大したことないって言ってるんですけども、だって10万 CPM まで OK にしたんですからね。10万 CPM まで OK っていうのは、今普通使ってるガイガーカウンターのメモリの上限が10万 CPM、それが振り切れるまでね、安全って言ってたわけですから、やつらはね。ということは、裏を返せば、数万ベッ CPM のね、被爆をした人がたくさんいたってことだよ。で、それは、除染しないって決めたのは、もう水がないから除染できなかったなんていう話をしたりとかね。あるいは子供がなんか、津波でね、避難してね、調べたら、ものすごく汚染してたので、服を取られたと。私さ悲しかったみたいなことを言ってる人がいた、子がいたんですけど、それはまだ検査されたからまだマシな方でね、検査も受けずに逃げていっちゃった人がいっぱいいるわけ、被爆してね。だそこが問題の一番なの、ホテル業界の問題じゃないと。そこがね、やっぱその理屈付けがなかなかみんなできなくてね、ホテルのせいにされて福島県民差別はけしからんみたいな、わけわからん方向に行っちゃったのはね、あれ返す返すもね、向こうの方が頭良かったなと思うんだよね。本当はいけないのは、その汚染させた人物でありね、汚染を調べなかった政府なんですよ。自衛隊なんですよ。封鎖しなかった政府なんですよ。そこがね、で、今度もね、もし事故起きたらもう同じことが起きると。だからね、非常に、なんていうかその、絆っていうかね、みんなで、被爆もみんなで被爆すれば怖くないみたいなことを平気でやってますからね、今ね。どうしたらいいんでしょうね。私もどうしたらいいか分かんないですけど。鮎は苔を食べるからやばいのでしょう。そうかもしれない。熊本の苔だって汚染されてるからね。アロカの振り切れレベル。そうでしょ。10万 CPM ですもんね。100倍、1000倍にしてでしょ。それが10万 CPM。もともと 1000CPM かなんか、ね、なんじゃないんですかね。私ね、こういう汚染のところはね、保安課中とかやってて、私はタービンだったこともあって、放射能汚染に非常に無頓着というか、頓着しなくてよかったのでね、あんま知らないんですけど。ね、振り切りレベルまで安全って言ったら、経験の意味ないやんと。で、しかもそもそも、ね、レベル7の事故が起きてんやぞと。つぼくらお前知っとるんかと。レベル7の定義言ってみと。お前、ね、受験で得意だろ、定義覚えるのはと。福島どれだけ出たんだよと。レベル7の定義中のは数万テラベクレル以上の要素が出た場合ですからね。で、要素換算で福島90万テラベクレルですから。そのクライテリアの10倍、100倍近く出てるわけです、その公式やつでも、公式のやつでもね。ほいでね、安全ならね、アイネスのレベル7の事故なんて怖くないじゃんと。お前なめんなよって原子力の放射能ね、本当に思いますよ。311直後に台湾に出張しましたが、空港に日本人はこちらを通過願いますと放射線検査をするゲートがありました。
これいいことなんですけど、裏を返せば台湾は放射性被曝受けてるっていうことだよね。そういうことなんですよ。日本のホテルがね、今ちょっとしたあの、まあうちも買って置いてるんですけど、1万円ぐらいのね外貨カウンターでいいので、受付にちょっと置いとくだけでね、被曝は避けれるんですよね。っていうのはね、例えば新地試験した人がいるでしょ、アシアロ新地とか、まあいろんな肝機能とかのね新地やった人が、翌日ぐらいにうちを受診したこと来ることがあるんですけど、そうするとね、受付の外貨カウンターがピーピー鳴り出しますもんね。で受付が気づくんですよ。めったにその数字とか分かんないんですけど、ピー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 うん、ピッ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 ってなりますでしょ、外国の。あれがね、ピッ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 ってなるからね、なんか警報が鳴ったようになって、見るとね、赤くなってるんで、ソックスなんですけど、だからそういうの1個常時置いとくだけでね、被爆は避けれるんですよ。で、それは福島原発事故が起きたから置いてるんですけど、うちはね、台湾がそのゲートがあったっていうことは、今までに何度もそういうやつらが来てたっていうことなんでね。台湾もね、被爆者が結構多いってことだを意味してるんだと思うんですよ、私、そのゲートがあるっていうのはね。だ台湾の、もちろん、その管理自体は素晴らしいと思うんですけど、以前にね、そういう被爆をした市民かなんかがいて問題になったことがあるんだろうと思うんです。例えば、ロシアとかね、あの中古車を入るときに、日本のやつをこう突き返してるわけです。それはチェルノブイリがあるから当然なんですけどね。で、それで突き返さないのが、被爆の経験がない国なんです。アフリカにね、いっぱい行ってるんですよ。あとね、ニュージーランドにも行ってるんだよね。で、ニュージーランドは反核の国でいいんですけど、何せ過去がないもんだから、怖いとも思ってないんですよ。その低線量被爆ね。ね、全然調べてないと思うんですよ。日本から来てもね、多分ゲートないんじゃないかな、そんなゲートはね。だからゲートがあるっていうのは、被爆を経験したところだと思うんですよ。チェルノブイリでね。福島の被害者の中には補助金で大儲けした。そうだって1人10万もらえるんでしょ。4人家族なので40万ですから、1年で480万でしょ。もう5年だから2400万でも家建つもんね、本当はね、このぐらいあればね。でもなんかパチンコとかね、高級会社に消えてるらしいですバカバカしいですね。1万3000 CPM 基準はどうしようもなくて、次の日に10万 CPM 引き上げます。そう、これね、私もね、元の文章を引っ張り出して、確かなんか手書きでね、原子力安全委員会がして、細いだかなんかがね、細いとね、明石信玄かなんかがね、それでいいとかいう、ことをしてね、言ってるんですよ。もうね、めちゃくちゃなんだよね。日本の医学者なんかろくなのおらんですよ、本当に。被爆医学者はね。何かあったらね、そこまで安全っていう風に変えるだけだもんね。で、それを信用したらね、いや信用したって言って裁判を起こしても結局損するのは自分ですからね。そう、1万 3000CPM 自体もね、実は、原発構内の中からいる人からすると大概、ひどいんですけど、明石信玄のね、返してたんだよ、私これ。10万 CPM 赤信玄で調べるか。赤信玄とかね、あ、これだ、これ除染のね、レベル、これですよ、ほら、これね、悪なすびさんが言ってた、1万 3000CPM であったら多くの避難者が除染液が必要と。しかし避難所では、断水と着替えがない低体温のため、そこで1万 3000CPM から10万 CPM に変えましたとこれね、いや公開されてるんですよ。ひどいんだよね。ひどいんですよ、これ。で、100kcpm はね、カットオフ通しとしていいかと。10センチの距離で1マイクロ CPM。 いや、まあありえんでしょ、1マイクロ CPM で。しかもね、これがね、ファーストリスポンダー、消防など真っ先に救急対応する人
でしょ。これ仕事でやる人だから、そうじゃなくて一般人がここでいいっていうのはあんまりなんです。しかもこの10万 CPM ですらね、チェックされなかった人がいっぱいいるわけですから。嘘800なんだよこれ。スイス被爆でね10万 CPM 以下だったと、振り切れとらんちゅうだけじゃんと。もうね、いや ひどいんだよね。あんた通常プラス 100CPM で持ち出し禁止と勉強しました。あ、そうです。私もその辺ね全然興味なかったので一切知りませんね。マイクロキュウリだかキュウリだかもねもう全然知らなくて、ベクレルになったのと、ミリレムがミリシマイクロシーベルトに変わってですね 0.01 になって分かりにくくなったっていう記憶しかありませんね。それがね1992年か91年ぐらいにね確か変わったと思うんですよね。まあねもういやひどいんですよ。で私これいつ書いてるのかな、2012年でしょ。だからねこの2011年12年で書いたことがね今後追いでこう出てきてね、うわひでえなんて言ってるんですけど、ちょっと待ってくれと、それはもう前から流れとったやんと思いながらですね、あの誰ですかスタディ先生の見過ごされた初期被爆、もうちょっと申し訳ないんですけど、もうスペースもないんで図書館で借りて今手元にあるんですけどね、全部知っとるやんと思うんですよね。で坪倉ここまで行ってないもんね。坪倉まだ4月の中か3月のあれですよ、あの稲なんちゃら、衛生学者の衛生東大医学博士の稲浩二じゃなくて何だったっけな、そのレベルだもんね。稲大先生と大先生とね、ぜひ坪倉大先生で琴ノ花やっていただきたいですよね。最近出てこないけど稲なんちゃらって、あこいつもひどいね。誰だっけな、稲なんちゃらって。いやぜひね私の前のやつ読んでいただきたいなと思うんですがね、あら稲なんちゃらごらんね、稲博士、私の英文の論文を読めば分かるなんて言ってたのが、うん、稲と坪倉ね、これはもうどこまでも行きますよ。それとベテランママの会でね、今回やればいいんじゃないんですか。だいたい維新の会はあの避難解除解除しろとか言ってたもんね、確かね。石の会の一人は。あれ稲なんだっけ、稲。東大、放射線。名前が出てこないですよ。あ、これ、稲康弘ですよ。この人出てこなくなっちゃったんだよね。ドクター安弘稲 DMSC というドクターなんだっけな、なんとかサイエンスなんですよ。これ医者じゃないっていう意味なんだよね、 DMSC ってね。この人最近出てくれてないもんね。稲何先生、稲安弘先生。311以降日本は変わりましたね、変に切れる人が多くなった感じだいですねと。ブラブラ病がたくさん、まあもともとね表に出てきただけじゃないかと思うんですけど、まあ、切れやすくなった人増えたですよね。ブラブラ病、放射線放射能フラワー村、なんだこれ、飯舘村ですか。あ、こんばんは。飯舘村のねひまわりね絶対危機いっぱいだったはずなのにね、まともな
写真残さなかったもんね。なんか合成写真ばっかりでね。で、なんか奇形もみの木を初めて認めただけでもね、めちゃくちゃだったと思うんだよね。だからひまわりね、もう、栽培するのやめちゃったもんね、1年目だけでね。2年目、3年目って今はしても大概変な奇形の木回りが出てきたと思いますけど。台湾では原発から放射線、放射能汚染鉄が持ち出され、製鉄所の層々、溶融炉として混入して、多数のビル用骨材として使われ、多くのホテル、門柱が汚染されているようです。調査もあります。ありますね。これ有名ですよね。セシウムかなんか出てきてね、放射線アパートかなんかなってたよね。そうですよ。だからそれがあったからね、ああいうゲート作ったんですよ、台湾は。コバルトマンション事件、そう。で、今、福島でコバルト60がそれなりのベクレルで見つかってもね、健康には影響がないっつって、ごまかしてるもんね。いや、コバルト60が見つかったらまずいっしょと、私は思うんですけど、確かあれも半減期30年ぐらいでね。日本は汚染コンクリートだもんね、8000ベクレルまでのね。いや、だからだと思うんですよ。で、汚染されて痛い目に遭ってるからね、ゲートがあるんですよ。裏を返す。台湾はそんな国だと思う。木材もきっとやばいですね。で、そういう気になってね、線量計持って満員電車に乗るとですね、おそらく、そうね、1ヶ月に1回ぐらい高線量の人ぶち当たるんじゃないかと思うんだよね。それは新地をやったらですね、新地をやった人がいるでしょ、例えば大学病院とかで。あれ毎日やってる検査ですか、多分。東京の大病院ではね。そうするとね、あれは、数マイクロからね、100マイクロシーベルトぐらいの線量があるらしいですからね。いや、ものすごい線量なんですよ、近くによると。だから、で、そんなの今まで誰も気にしなかったわけね、原発事故があるまで。原発事故が起こる前に外貨カウンター持ち歩いてたら、それはほとんど気違いのレベルのね、話なわけでね。で、今持ち歩いてみるとね、まあ、それなりの人が線量高くてびっくりすると思う。例えば、甲状腺のね、専門病院なんかに行ったりすると、そこで要素の治療を受けてる人がいるので、たまにですけど、そうね、でも、熊本の専門病院でも1日に1人か2人か、まあ、1人ではない人数ね、ゼロではない人数で、新地検査もやってるし、要素の検査もやってるのでね、そういう外貨カウンターを持ってたら、ピー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 鳴り出しますもんね。だからね、そういう検査機器が起きた時にあるっちゅう国はね、そんなにいい国ではないと思うんですよ、私。そういう風に考えないといかんと。だから、ニュージーランドとか何もなくてね、のほほんとしててね、で、日本政府が安全って言ってるから安全ってこう言ってですね、ニュージーランドに住む、いわゆる詳しくて心配してる人とかはね、もう気が気じゃないわけですよ。なんか政府動かないんだよね、日本政府の方を信用して。だ、何がいいかわからないですよね。で、ロシアは一番厳しいもんね、日本のやつが。高線量の人が普通に人混みにいます。います。普通にいます。で、それを避けるには、外貨カウンター持ち歩くしかない。常磐線6は、そら、こう、あれですよ。コバルト60、ジャガイモの発芽を抑える宣言。コバルト60はですね、特にガンマナイフって言って、医療用でもよく使われて、結構強力なガンマ線を発するっていうことだけ知ってますもんね。で、そこらにあったらいかんはずなんですよ。常磐線はほとんど毎日乗客救護で遅延と。今ね、大きな事故起きると思うんだけどな。ね、オリンピックエンブレムで、そういえば本間龍さんがね、なんか私は気にせず話してますってちょっとこの間さっきメンションしてたんですけど、いや、絶対本間さんね、誰か変わってるなと。やっぱ本間さんもね、服役されて
それから本とかね、いろいろ書いて出版されて、まあそれなりに成功されてると思うんですよ、今。もう前ほどじゃないにしてもね。そうするとやっぱり以前の職場の人がね、助けてくれなかったわけではないはずで、まあそうやって助けてくれた人もいたみたいなこと書かれてるので、ね、なかなかやっぱり言いづらいとかあるんだろうなと勝手に思ってるわけです。私の場合は東電とは全然関係ないですからね。退職金もらってそれっきりですから。でなおかつ今の熊谷の医学部に入るときに口聞いてもらったわけではないしね、東電っていうのは31歳を超えた人生では一切東電東大っていうのは一切使ってないからですね。でまあ好きかって言ってるわけなんですけどね。まあどう、いやでもね、もう大体1年ぐらいいろんな本を見るとですね、また同じかっちゅう話なんてこう全部つながってくるはずなんですよね、正しい勉強してれば。私の言ってることを信じなくてもいいんですけども、そうじゃなくて、そのチェルノブイリの被害の報告とかね、ロンゲラップ島の水爆実験のね、マーシャル諸島の話とかね、あるいはムルロア干渉かなんかっていったフランスのやつとかね、あるいはそのイラン・イラクの、劣化弾の話とか、チェルノブイリもそうですし、それに、カザフスタのね、セミパラチンツクですか、そういうやつのこう被害のやつの写真とか、いろんな、あるいはインドの被爆のね、鉱山の場所とかね、ああいうのをね、丹念に見てればですね、何が、あとプルトニウムファイルとかですよ、何でもいいんですけど、あるいは、裸足の弦とかね、そういうのでもいいし、あるいは被爆者の証言とかね、いろんなやつこう見てるとね、ほとんど言ってること分かんないけど分かるみたいな感じに、なってね、つながってくるんですよ。まあね、そういう勉強してればどん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 つながっていって、結構で私もつながっていって、これはねもうそんなに隠せないと思ってたんですけど、まあ4年経ってね、で今の状況と、あと冷静に今まで読んだ本を見るとね、これは結構厳しいなと思ってるんですよね。厳しいなっていうのは、その被害が起きるのは確実だし、かなりの人に被害が起きるのはやるけれども、それ隠せるのかもしれんなみたいな感じでね、初見です。あね、今後難しいなと本当に思ってるんですね、私ね。であれですもんね、例えばあの東北大学って旧帝大の一つになるわけですけど、あの東北大学で被爆被害があるとね、それはお前の信心が足りんみたいな感じで怒られるらしいんです。頼んでると、被爆被害が起きるの頼んでるみたいな感じでね、バカにされるみたいなことをもう言っててですね、まあ、おそらくあり得ると思うんですよね。その白血病になったりとかね、内出血が増えたりとかね、ブラブラ病になったりとかね、そんなことを一言でも東大の東北大学の中で言ったらですね、お前は東北大の学生じゃないみたいなことを言われかねん感じらしいんですよね。多分そうだろうと思うんですよ、日本の場合。そうね、古くは裸足の弦、最近ではイラクの劣化を乱断、心に染みます。同じでもね、書かれてることね。でその個人個人で見ると分かんないんですけど、集団として見てみるとね、何が起きるか分かる。まあこれこそ確率的被害だと思うんですけどね。西国はことに無関心ですね。いやー西でもね、意外でも、仙台原発の再稼働のこと熊日結構書いてあったしですね、若干一言と、かなり一言と、私のなんて言いますかね、原発事故が起きる、311が起きる前の私の感覚ぐらいの感じなんだと思うんですよね。なかなか口に出して言いたくないと、まあそれもわかるんです。お母さんとかがね、時々あの海のものは食べさせたくないですと、先生、診断書書いてくださいっていうことを書いて言ってくる先生、人がいてね、それはそういうことなら、そのそういうのが嫌でね、こちらに来ましたというふうに
言えばいいじゃないですかって言ったらですね、やって言いたくないと。で、言ったことによってね、あんまりみんな賛同してくれるなら言う勇気が出てくるんですけど、何言ってんだみたいな感じでね、言われると、こう浮いてくるわけですよね。で、浮くのはやっぱり、嫌がられるのでね、それで、なんか診断書書いてくださいっていう話をして、でも適当に、検査した後で書いたりしてるわけですけどね。まあ人間ね、他の人と同じことしてたら安心なわけでね。なかなか違うことしようっていうのは難しいですね。富士吉田。あ、そうそうそう、私もね、そう思いました。富士吉田のシャーレット。そう、やっぱ小説、これ小説っていうのは、原発所長がね、富士なんちゃらで、小説は私書こうと思って書いたことないんですけど、最初のね、登場人物の名前をね、決めるのがね、これはかなり難しいんだよね、小説書くときは。意味があって登場人物の名前つけますからね、どれもね。意味のない、なんちゅうか、小説だからね、どんな名前にもできるわけでね。それ意味のない名前つけたって面白くないわけですよ。例えば、失楽園で凛子っていう名前つけてたら、凛とするの凛でね、こうだったんですけど。それはやっぱり失楽園の渡辺淳一の失楽園を読むと、確かに凛とした感じの女性なので凛子ってつけてると思うんですけど、そういうふうにいろいろ、その名前っていうのは、小説家の名前っていうのは意味のある名前をつけるのでね、それだけでも小説の中身がわかるっていうぐらい言われてるわけですからね。もちろんそれはイギリスの小説もそうですしね、まあ、どこの小説もその意味のある名前をつけるということなんですよね。その辺はやっぱり小説家に聞けば、本物の小説家ならね、いろいろ教えてくれると思う。考えてるとこ教えてもらえると思うんですけど。まあ、原発所長ね、ぜひね、私もこの前ちょっとまた宣伝して、まだ実はね、読んでないんですよね、全部はね。今、どこかな、大学卒業するぐらいのところまで、ちゅうのは大体全巻の3分の1ぐらいなんですけど、まだそこしか読んでないんですけど。原発所長、これね、よく調べてますよ。でもね、東工大のボート部にいたとかね、多分この方綿密に取材される方なのでね、取材して、でその当時同期だったやつとかに話を聞いてね、この本を書き上げたと思うんですけどね。ネットでは事実も嘘も拡散しますが、事実は伝わっていると思います。被爆の事実も汚染の悲惨さも。そうですよね。でね、ネットは嘘ばっかりだと。こんなのをやるのはネットはレベル低いなんて言ってるね、人が、もう誰とは言いませんけど、いるんですけど、バカかと、お前。嘘が書いてあるからね、本当のこと言えるんだぞ、ということなんですよ。本当のことしか書いてなかったらね、危ないこと書けないですからね。私のブログもね、嘘と本当がこう適当に混ざってる。いや、私は全部本当のこと書いてるつもりなんですけど、混ざってるような感じを受けるからね、許されるんです。これがね、全部本当のこと書いてあるとしたらね、意外なこと書けないしね、ダメなんですよ。本当のこと、いや、自分で本当のこと 私も本当のこと、あれ、悪なふみさんって東電が18歳の喫煙がどうこうって書いたの、あれ 悪なすびさんじゃないんですか？なんかあれ、虚構新聞みたいな感じのやつ、違うんですかね。原発ホワイトアウトもらったので読み始めると、私それ、これは読み終わったんですけどね、買わなければってね、これ買うまではないと思うんですけど、でその中にね、電力社員のことが書いてあって、電力社員ほどその割のいい仕事はないと。あ、書いてませんか？じゃあこれ誰だろう？東電のね、どれだろうな、ちょっと待ってください。東電が18歳のどうのこうのと書いて、悪なすびって書いてあった。え？ちょっとこれ、
どっちがオリジナルか知りませんけど、東電。あら？ないね。2000、ちょっと待ってください。東電がね、喫煙を18歳以上にしろみたいな感じのね、記事をちょっと書いてあるのがあってね。あれ？ないね。いや、てっきり悪なすびさんとばっかり思ったんですけど。丸なすびで書いてあったけどな。私リツイートしたつもりなんだけどな。ないですな。見つからないもんね。あ、怪しいと思ってリツイートしてないけど分かんないや。ちょっと見て、待ってくださいね。東電だめよ。あら、ない。タバコ。いや、ちょっと待ってくださいね。これちょっとね、履歴で見るけど、履歴出すと変なのも見てるとまずいので、いつ頃見たのかな。ちょっと待ってくださいね。結構いっぱい見るからですね。パカ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 見るから見てても見つからないもんね。ベグレでねえかもったいないでしょ。ちょっとね、食材がもう、私、いや、ちょっともったいなさすぎるんじゃないかと、こう思ってるわけなんですけど、ないね。あら、これいつだろう。今日、あ、これだ。ザ・ライジングわさび、これこれ。行かない。あら、これだ、これこれ、ライジングわさびか。わさびって書いてあったから、悪なすびさんかと思ったら違うんですね。これ見つかりました。ライジングわさびって書いてあるんですよ。あ、わさびでしょ、ライジングわさび。僕はてっきり悪なすびさんの別名かと思ってましたから。いや、私悪なすびさんの3問は逆に全部嘘でした。で、嘘ってまだ認めてないもんね。エンブレム取り下げもみんながいじめるから、僕はやる、そのままオリジナリティあるけれども耐えきれないからやめるとか、なんかまだ砂かけてるもんな、こっちにね。もうボロボロ出てますよね。で、他のサムラゴーチとかね、まあ、僕方は別にしても、結局最終的には認めてね、悪かったって言ってね、言ってるわけですよ。で、
まだね、佐野はね、そこをやってないもんね。だ、火に油を注いで、さらに、言ってるんですよ。戦争と放射能しか書きません。そうです。うん、ホワイトフード真っ青のケース。いや、だからね、いや、食材があるでしょ、切り刻んでるとこまではいいと思うんですよ。で、その後食べればね。でも、あんなに炭にして捨ててね、測るっちゅうのは、私からするとどうしてもね、お金にならない原稿中。いや、これ、ね、俳人ごさびっちゅうか、私これ、悪なすびさんかとばっかり思ってしまいました。失礼いたしました。もう結構かっこいいホームページやなと思ってたんですけど、失礼いたしました。言い訳っちゅうか、認めてないよね。ミスターデザインっていうのがあったんでしょう、関西にね。多分そこから撮ってるよね。で、しかも佐野らしくアンダースコアつけたりしてね。あ、わさび屋さん？あ、そうなの？あ、わるなすびか。なすびか。わさびとなすびを間違えてましたね、あれ。私は。坪倉、ここでも骨折しながら公園。平田中央病院。平田中央病院めっちゃ怪しいもんね。ああ、めっちゃ怪しいです、平田中央病院。ここはね、甲状腺がん増えてないっていうのを出してますもんね、平田中央。あ、骨折してる、本当に。いつやったのかな、これ。8月3日。うおー、多いね、これ。でも病院でやるとこのぐらい集まるもんね、ちょっと大きい病院だったらね。もうこの平田中央病院もね、結構ね。わさびと悪なすび間違うとはね、似てないですか、ちょっと。ダメ、佐野役余計だし、美大の卒業生、あれは私いいと思うけどな。美大でしょ、学生でしょ、で、岩崎千尋でしょ。岩崎千尋のね、画作を真似るっちゅうのは難しいと思うんだよね。私好きなんですけど、岩崎千尋ちょうどね、親父とか母親がおふくろがこう絵本も買ってくれたのが岩崎千尋の絵本が多くてですね、で、あの人の本って最初のうちはこうなんか鉛筆ちょっと使ってたんですけど、途中からもう水彩画で、よく悪く言えばものすごい手抜きなんですけど、よく言えばものすごい、ね、味のねある絵をこうパパッと時間かけずに描いてるのか、それともそのものすごい時間かけてあれが成果なのかは分かりませんけど、でも非常にこう味のあるやつがあって、確かね、東京の畑の真ん中に岩崎千尋美術館っていうのがあってですね、私行ったことあるんですけど、で、なんかいろいろあって、私の今部屋にもですね、海の岩崎千尋のね絵が飾ってあるんですよ、実は。海と二人の子供っていう岩崎千尋の絵がね飾ってあるんですね。私好きなんだよね、岩崎千尋。バーコードついてるんですけど、あ、これね、これですよ、これいくらすんの今、5180円。これですね、これ楽天のこれ。ここにね、バーコードあるんだけどな、私のやつ。うん、なんかこんなこと書いてあってね、バーコードがあるやつ。なかなかでも、味があるですよね、これ。これね、いいですよね。これ岩崎千尋の顔だよね。でも、これはね、卒業制作で真似たらいかんのかって言ったら、これ、
真似て書くの難しいからね。私はいいと思うんだよな。小野さん、勘違いのレベルがひどいですね。はあ、ひどいです。よくやります。わさび屋さんと悪なすびが同じになってました、私の中で。ライジングね、わさびさんのやつ。松本義明さんです。この人確かね、あら、ポポンさんじゃないですか。この人確か共産党の人だもんね。で、大概苦労して子供育てた記憶だけは、そこは記憶にあるんですけどね。変えてきました。何を変えてきました。あそこ好きなんだよね、岩崎千尋ね。真似ていいじゃんと、私なんかそれなんで怒られるんだよと、まあ私なんか思ったわけですけど、騙すのは簡単ですよね。オーロラでも騙されましたし、ね、いいよね、これね。いいと思うんだよ。これ卒業制作で書けたら、いや、真似ってだって誰でも分かるじゃん、岩崎千尋ってね。そんな罪ないと思うんだけどな。そんなので文句やれたら俺、ゾマさ、玉川美術大の人がかわいそうじゃないかと私は思うんですけどね。山本、松本善明なんですか、この人。そんな有名な人なの。共産党のこと全くのんぽりできちゃったからですね、知らないわけなんですけど、有名なの、この人。89歳まだ生きてるんだ。死後に再婚って、これそんなのありなんですか。あ、松本先生、これ国会議員なの？当選11回。あ、そうなんだ。知らんかった。共産党もいろいろやっても、日田先生もバリバリの共産党ですからね。本の中にはいくつか共産党に入党を勧めるようなね、感動、涙をしたみたいな話のやつも書いたりしてるんで、ちょっと私、引くところがあるんですけど、実は。申し訳ないけど。こんばんは、東京の岩崎千尋美術館、今は畑ありません。え、畑の中なかったでしたっけ、なんか。行った記憶あるんだけどな。あれ、岩崎。福島応援です。あ、そうなんですか。やっぱ、親の素晴らしい人の子供っていうのは、単に子供っていうだけですからね。松川事件の裁判に出てきて、松川事件ってなんか国鉄のあれですかね。え、美術館どこにあったんですかね。どこにあったんだっけ。もし行ったんだよね、これ。いつ行ったのかな。千尋美術館東京、そうでしょ。どこにあるの。売れてるもんね。今だに私でも、今でもこの50になってもですね。そうそう。50になっても好きだもんね、やっぱね。アクセスマップ。あ、シムシャクジ。本当だ。そんな遠くなかったもんね、確かに。歩いて、西武新宿線で上井草ね。私、武蔵関に住んでたけど、なあ、そうでしょ、高田の場合。行ったことあるんですよね、ここね。あれ？ま、え、もう田んぼないの？この辺り全然。そうですか。今畑ないんだ。なんか畑の中にあったような気がしたんですけど。松川事件、杉並。寂しそうだよね、確かに、福島市。まあ、寂しいとかいいんだよね、やっぱね。しゃ。シャワープラですか、シャワープラ。ノーパンで試合に出て失格なんて、失格にならんでしょ、別に。出たっていいじゃんって感じ。岩崎千尋は飾ってないよ。病院には飾ってないですね。菊池桃子の津村の あれだけありますね。一番にフォローしました。誰とか。
そうですか、岩崎千尋が食べて応援。いや、でも食べて応援しそうね、この人だったらね。やっぱ子供に見せたい絵本、やっぱ今でもあれでしょうね。入りますよね、岩崎千尋がね。うん、そうそう。この増えてたっていう、学生が真似て何が悪いんだねと私は思うんですけどね。いや、それ金取ったらいかんよ。うん、そう。もうね、津村のね、菊池桃子の、何年前ですか。いつのかな。前もちょっと紹介したけどな、菊池桃子。え、国語の教科書で、表紙が岩崎さんでした。そうですか。菊池桃子、津村。私がね、開業した時にね、津村の人に言って、菊池桃子の詩、津村の、これですよ。これいくつぐらいかね、菊池桃子はね。2002年。30前半ぐらいの時です。これとちょっと違うんだけど、まあこんなやつです。なんかちょっと違うんだけどな。漢方くれましたみたいな感じのやつね。ないね。ないですな。ある日漢方をくれましたみたいなやつがあんまり見えない感じで貼ってあるの、私のね。つむらって書いてある。黒い剣さんのね、ゴンギツネ一押し。そうです、ぽっちゃり菊池も昔ね、ぽっちゃりですね。津村の漢方って粒が大きくて飲みにくいんです。お湯に溶かすといいと思うんですけどね。私津村ばっかりですね。あれよ、飲んでですね、そのまま飲もうとせずに口の中に溜めてですね、唾液で溶かすと飲みますよ。まあ、もし入れ歯の人はね、刺さって大変中継です。ラムーでこけた、ラムーでこけた、松本春の苦い子供かと、ようやく口に逃がしを知らんのかと思います。福島から来た卒業、福島の汚染は大変で安全になったとは必ずしも言えないが、人々は努力して安全に暮らしているという趣旨。安西育郎やってんの？西田敏夫が作者のメッセージ。あ、最低じゃん。そしたらね、もうこれだけでバッチリですね。あ、バッチリですね。これこっちには見えないんだね。失礼しました。ちょっと失礼しました。あら、まあちょっと紹介してもらってた、これね、まあ、西田敏行が感想書いてる時点でもう終わってるわけです。まあこれね、
いいよ、別に岩崎千尋の絵じゃないもん。別に自由だと、描くのは自由だと、その代わり信用なくすだけですよね。うん、信州にもある悪なウサギ、そばも美味しい、立命館大学なあ、話がいい。あ、この人が立命館大学っていうことですか。まあ親が優れてるからって言ってね、子供が優れたるわけではないっていうのは、まあみんな最近証明してますよね。永井なんちゃらというね、デザイナーもそうだしね。で特にね、親が優れてるね、親の七光で地位を得た子供っていうのは哀れだもんね。才能ないからね、親に比べたら絶対に。でそれで同じことやらんといかんもんだからね、なんか無理しちゃってね、痛々しさが目につきますよね。まあ安倍もそうですよね、って言って。ジョン・レノの息子、そら知らんわと。美空ひばりの息子はね、マネーの虎で見ましたけど、もうマネーの虎に出てる人大抵破産してるんでしょう、あれね。偉そうに言ってたのね、今にして思うと。大体あんなとこに出てきて偉そうに講釈垂れてる時点でね、ダメだと思うんですけど。一茂ね、一茂はでもまあ七光と言いつついろんなこと言ってるから、まあもういいんじゃないかな。あ、元首相、森本ね、森本首相のね、息子の話はググるとね、いっぱい出てきますよ。森とね、森本首相とね、推しを学ぶね、薬とかってやるとね、いっぱい出てくるよ、本当に。あのね、恐ろしいんですよ。ちょっとこれ消しますね。森でしょ、お塩でしょ、薬、薬、シャブとか、ねえ、ほら、森勇気ですか、ネイバーまた。六本木ヒルズでね、野口美香の、ピーチジョンのね、野口美香っていうのが借りてるね、ところで、どうも、いや、噂なんですけど、森本首相の長男が、実はなんとかっていう人を、シャブで殺しちゃってね、大体、正規が2人分か3人分かなんかあったんじゃなかったんでしたっけ、よく知らないけど。で、それで、お塩がね、お塩学ぶが身代わり食らって、刑務所に入って、そのおかげで今では生活費の面倒を見てもらってるから働く必要ないみたいなことがね、書いてあるんですよね。いや、本当か嘘か知らんですよ。きっとどちらも小野先生は知らないと思います。その程度です。ジョン・レノンの息子、あ、知らんね。いや、知らんですよ、私はあんまり知らないもんね。うん、お塩だけね。これね、私、この子ね、平和だったね、でもね。酒井紀子のね、逃避行で、みんな本気で、一体どうなってんだとか言ってましたもんね。あそこに隠れてたとかね、髪の毛切ってね、しゃぶちを隠したとかね、薬漬けでやりまくってた。いや、そうでしょうね、やっぱり。絶対そうだと思うんだな。平和な時代、日本が平和な時代に起きた平和な事件の一つだと思うな、これは最後のね。46歳で死んでるんだよね、この人。うん、お塩事件、これね、ここ関係してる。で、さらにはなんか無修正動画のね、サイトとかも森本が関わってたりとかね、結構いろいろつながってきて勉強になったんですけど、ピーチジョンのね、実はこのピーチジョンのね、誰だったっけ、ピーチジョンの野口美香ね、この野口美香ってね、実は今回の佐野賢治とかとつながってんだよね、恐ろしいことに。野口美香でしょ。これが怖いところでね、
野口美香、佐野賢治つながってんだよね、確か。佐野賢治郎さんファミリーと野口美香ね、つながってんですよ。あの時はお塩事件のスケープゴートで泳がせてたノリピを捕まえたと見てました。そうですか。もうつながってんですよ、野口美香と佐野賢治郎ね。でこのね、野口美香ってピーチジョンはね、確か下着のメーカーでね、和光、ん？和光だったっけ？和光ル、和光ル、和光ルって下着メーカーね、女性の。あれにね、自分のブランドを売って大概な金持ちなんだよね。で年齢がまあ50代ぐらいじゃないかな。あ、下着モデルにしてんの？そうなの？へぇ、あ、65年の私と同級生じゃないですか、この人。あ、マネーの虎にも出てたの？ね、ワーコールに売ってるのね。一度も出資せず、出資せずにと。コネクションの交差範囲が広いと。AKB まで出てんだ、すごいね。ブラジャーで稼いでますよね。つながりたい仲間入り。あ、ホリエモンね、同じあれだもんね。仲いいでしょうね。なんかでも、まあお前が言うなら思うかもしれませんけど、なんか哀れだよね、こうやってね。なんか誰かに使われてるわけじゃないんでしょうけど。下着でしょ、下着だから出してると思う。もうピーチ、そんなに有名ないピーチじゃん。まあ私は男だから知らないんです。軍勢ぐらいですよね。ワコール、え、ピーチジョンってまだあるの？ブランドがワコールじゃなくて。そうですか。え、あるの？ピーチジョンって。そりゃ品質良くないでしょ、社長の懐に入ってんだ。お、まだあるんだ。はあ。これ。あ、あんまり高くないんでしょ、多分3280円なら。ねえ。なんかこう手で握ってるような感じ。ピーチジョン、でもピーチジョンってあるよ、ほら。ルーム、ファッション、シューズ、インテリア。ワコールの一部門になってるんですかね、これ。よくわからんけど。あ、ピーチジョン、これね。あんま高くないよね。関わると。全裸死体で見つかるの下着感必要ないですね。いやーそうね。不思議でした。今でも不思議ですけど、何です、カタログ通販で有名になった。あ、山田優がモデルしてます。今パッと見ましたけど、なんか有名そうな人おらんもんね。なんかどっかで見た顔だけど、この顔。
安くておしゃれな感じが若い子に受けてた。そうよね、あんま高くないもんね。2000円とか。2000円もすんだ、でも。男性の下着から比べるとめっちゃ高いですけど。トップバリューのパンツ履いてます。いや、パンツの話はしとらんがな。セブンイレブンでその AKB の下着版が売ってて履きそうになりました。ああ、これ男性に買わせんだろう。その AKB の下着版ならね。女性買わないと思うんだよな。ピーチジョンの話題になったら女性の価格が100均のパンツ。いや、パンツはやっぱそれなりのもんがいいかなと。女性っぽい男性もいるかもしれない。値段低めで若い。値段高いと女性、年寄りの女性向きなんでしょう。いや、わからんけど。パンツ下着で大盛り上がり。こじはる？え、そうなの？ちょっとこじはるで見てみます。こじはるピーチジョン。なんでこんな話になってみたのかちょっとわからないですけど、私。こじはる。これか。平子リサ。ああ、平子リサ痛いもんね。あんな。リンカ。誰やねんみたいな。藤井里奈。知らんねえ、これ。吉川ひなの。道端ジェシカ。金あるなぁ。道端アンジェリカ。なんかこの間この人なんか捕まってなかったっけ？なんかね。なんかで盗まれて話題になってたよね。確かね。ローラ。うわ、あんまり知らん。これは知らんね。めっちゃあれしてんだろうね。こういう写真をもう全部あれですもんね。マギー知らんな。オーカ。あ、これ知らん。イリヤマンの。安い。なんだ、セーラームーンかって。なんですか、これ。藤井里菜薬関係で有名人。そうなんです。安いレイ。なんかだんだん安っぽくなってきたね、でもね。人がね、フカキョン。いやー、知らないね。セーラームーンしたら。これ、こういうの見て女性買うのかしら。なんか女性に嫌われるタレントばっかり出てるような気がしましたけどね。ああ、そうそう、ホリエモン。ああ、そう、ライブドア事件も絡んでるな。そうなの。あれ、武藤貴也のことをね、まあ彼はゲイなんですけど、そのゲイ仲間がね、とっかえ、ひっかえ人を変えて、金遣いが荒いみたいなこと書いてあった。あれ、なんか堀尾学と非常、堀尾学じゃない、堀江門とね、非常によく似てる。おやじぶりが微笑ましい。そうですか。ホリエモンとそっくりだったんだよね、なんか武藤貴也ね。補欠選にリスク。
そう、補欠選できないからなんだよね、これね。武藤貴也がね、これね、文春でね、なんか、あれを公開されてたんだよね。録音でね、録音なんか見たもんね。録音があったですよ、これ。どこだったっけかな。履歴、昨日、まああんまりちょっとお上品ではないのでやめておきましょう。オリンピック組織委員会、まああんまくだらんことやってても仕方ないんですね。あら、もう96分やっちゃいましたね。1時間ぐらいでやめて、はい、それでは全くゲイなのは問題ないけど垣間見える人間性がそうなんだ。ゲイなのがね、問題なくなっちゃってるんだよね今ね。私とかちょっとびっくりしたんですけど、人間性とんでもないですよ。堀江門とね、話合いそうで、でもあの二人で対談したらとんでもないとこ行くんじゃないかっちゅうぐらいね、非常にね、メンタリティが似てると思いますね、堀江門と武藤貴也っちゅうのはね。要は金、自分に自信がないと。で、金で、いろんなものを、欲望を満たそうとすると、非常にね、まさしくそっくりだと思うんだよね、堀江門。あれ対談させたら結構面白いんじゃないかな、ね、ネットウヨなりその右翼系雑誌でね、武藤貴也まだ支持してる人と堀江門とで話したら、お金出せば堀江門来てくれるじゃないですかね。彼面白い会話になりそうな気がします。私はトランスジェンダー尊重しましょう。マイノリティをポリティカルコレクトネス、いや分かりませんですね。もうなんか時代が変わったのでついていけないですけど、はい、なんかまとまりがなかったんですけれども、まあここで今日のところは終了させていただきます。どうもご清聴いただきありがとうございました。